筑波で箱車最速記録を塗り替えた素人ドライバーアンダー鈴木。そのアンダーを筆頭に今素人が熱い。持ち得るお金、時間、アイデアの全てを注ぎ込み、わずか一周の勝負にかける。そんなスピードジャンキーたちの生態をちょこっとご紹介。コンマ1秒にかける男たちの季節は短い。活動のほぼ全ては冬。ピットには個性あふれるマシンとドライバーがひしめくが、その中で我々が目をつけたのはこいつらだ。まずは鈴鹿をメインに走り、今大会の最速記録を持つこのマシン。まあ、改装でいうと、まあ変えれる部品としては、まあ、ボンネット、ルーフ、トランク、まあ、ウイングとか、まあ、ドアもなんですけど、まあ、そういった部品はあのドライカーボンに、まあ、変えた上で、まあ、こういった作り物とか。他の参加者に比べて改装おとなしいですけど、もっとやりたいなとか思わないですか？やっぱりもうタイム狙っていこうと、まあ、どんどん上を目指そうと思うと、やっぱ空力面やっていかないとっていう部分はあると思うんで、ちょっと来シーズンに向けて、いろいろ空力面を強化していこうと思ってるんですけど。エンジンルームも綺麗ですよね。そうですね、その辺やっぱりあの綺麗さにこだわって作ってもらったんで、見た目よく全体的にスポット当てて、まあ、アッパーからそのリアのアッパーまでつながりを持たせるような、そのロールゲージの作り方っていうのをちょっとあの意識して作ってもらいました。結構見た目はなんかノーマルっぽい感じですけど。そうですね、もともと純正風な見た目が好きなんで、ただその純正でもちょっと、まあ、アルカンタラ貼ったりとか。綺麗ですよね、スタイルピカピカに仕上げてもらいました。まあ、タイム出すのもあれなんですけど、やっぱりみんなあの仲間で集まってワイワイやりながら、その、まあ、タイムを競い合ったりっていうのが楽しいですね。筑波での自己最高は55秒675。今回はその記録を更新するのが目標だが、本格的にアタックに入る前にミッショントラブルとなり、不完全燃焼での幕切れとなった。続いて愛車歴20年、ほぼ全てが自作という恐るべき金型技師の 30Z。 まあちょっとできるだけ古さを残して、今時の要はダウンフォースとか増やすような努力はしてるっていう感じです。エアロパーツはどこかのショップのものとかですか？いえ、これ全部自作ですね。自作ですか、これ。はい、元のちょっとした市販品のオーバーフェンダーとかを切り入れて、それで FRP で成形してっていう感じですね。色はあのプロに塗ってもらってるんですけど、他は全部自分でやってるんで。 L28 乾燥のチューニングして 3.2リッター、ごくごくオーソドックスな感じの L 型のフルチューニング。まだ全部自分です。こういうのも自分で作られてる。そうですね。燃料の塗りとか、配線も全部引き直してます。すべて。すごいですね。どうしても古い車なんで、結構電気系のトラブルが多いんで、それは全部なくしたいと思って全部自分で引き直してます。奥様はご理解の方なんですか？内緒です。っていうか何やってるかわからないと思いますよ。メーター類はまあバラバラなんですけど、タコメーターをオートメーターで、こっちはデフィ、ちょっと古いタイプですね。ミッションは GT カーのヒューランドをそのまま、 L 型のオートマのベルハージングとその GT カーのヒューランドのアダプターみたいのかまして搭載してる。その辺も自分でやられた。そうですね。その辺も自分でプログラム組んで制作で、この辺のシフトノブなんかも全部自分で作ってます。そのその
センターのパネルのところもすごい綺麗に作ってますよ、ね、これもさっきの話なんですけど、やっぱ電装系のトラブルが多いんで、全部自分で要はリレーとかも要は引き直して、全てここで集中して、すごいロールバーもがっしり入ってますが、一回全部ドン柄にして補強入れてますね。このぐらいやらないとちょっと踏ん切りするとかそういうレベルになってくると、ノーマルがもう40年以上前のボディなんで、基本的にはもうほぼ不可能ですね。旧車の良さを生かし、軽量光合成のマシンに生まれ変わった 30Z。 室内のサウンドはまさに GT カー。40年以上前の車とは思えない走りで何度かアタックを試みたが、残念ながら目標の58秒台には届かなかった。続いて筑波を58秒台で走る現在最速の AE86。 最速はですね、まずオーバーフェンダー、トレッド、出せるだけ出してやる。であと空力的な面をドラッグとダウンフォースの両立を目指してやってます。でフロント周りはほぼ自作ですね。売ってるもので買えるのはカーボンルーフとエスプリのウィング。ルーフ、これカーボン、カーボンルーフですね、はい。湾曲のこのアールとかこれですか、ええ、別にデータがあるわけじゃないんですけど、まあ、イメージとしてはここに来た空気がタイヤの中の渦に巻き込まれないように上に跳ね上げるイメージ、こう来た空気がこっち行くように、ここの回ってるところに行かないように上に跳ね上げてる、上に上に空気を抜く、まあこれもそうですね、上に空気を抜く。これクリスタルボディさんの 4AG のストロークアップ、いわゆる 5AG と呼ばれるクランクを入れて、でクリスタルボディさんで作ってるバイクのハヤブサのスロットを利用した4スローがついてます。これダンボールなんですけど、あ、これですか、これプラダンですか。プラダン、これね、インダクションボックスなんですけど、まあ、手が回ってないというか、だいぶ前に作って、まあ、困ってないからこのままみたいな。ステーもでかいとか聞いてますね。これはダウンホース持ち欲しいんで後ろに下げる、自主的に後ろに下げたいっていうのと、そういうのがあって、あと取り付けがどうしてもフレームから取りたかったんで、動いちゃうとダメなんで、 GT ウィングがバックパネルだけだと動いちゃう、動かないよ、もうがっちり。ミッションはこれはアルテッタのミッションのクリスタルボディさんのフルクロスが入ってます。もうやること全部やってます。軽量、自分でつけましたよみたいなところってあるんですか。僕自身がですか、はい、最近はないですね。自分がつけたことは心配になるので怖いのでやりたくないというか、はい。およそ5年の歳月をかけコツコツ仕上げてきた愛車、57秒台も射程圏内だ。過ぎて惜しくも57秒台には届かなかったが、58秒には立派。最後は関西からの遠征組、ゴテゴテのやりすぎエアロのシビック。まず一番のポイントは29535が入ってます入る、すっぽり入るフェンダーですね。ワンオフで作りました。それから、まあ、この特大カナードですけど、これはボルテックスさんの
特大汎用カナードをちょっと加工して作りました。めちゃくちゃでかいですね。めちゃめちゃでかいですね。一番でかいやつですね、はい、それとあとアンダーパネルですか、はい、これも大きな板売ってるんで、それをリップの形に合わせて切って作りました。部屋周りもアルミ合板でここら辺自作しました。全部下からこう空気抜けるように特大で、全部特大ですね。この紙でっぽいのはすごいですね、はい、ここの空気をなるべく抜いたらいいんかなと、後ろタイヤの空気を抜いたらどうかなと思ってやってみたんですか。聞いてます？多分聞いてると思います。壊れて取れた時にふらついたりとかもするんで、はい、ウィングもボルテックスですね。ステイヤーならなんやらっていうのも自作で。はい、自作です。はい、ホームセンター K20 に乗せ替えて、これを2150にしてます。結構ねキットが出てるんで割とすぐ乗ります。ボディ補強とかも結構入ってますよね。はい、やってますね。剛性的にはあ申し分ないと思います。はい、ミッションはあんまり K 型のやつバリエーションないんで、いろんなノーマルのやつの流用してます。まあ周回と違って一発の集中力が、車も自分もいるところがワクワクして楽しいです。 NA 勢はみんな仲が良くて、で切磋琢磨しながら多分みんなレベルが上がっていってるんだと思います。フリー走行中、関東シビック軍団のカリスマがまさかのクラッシュ。現場に駆けつけてみるとマシンはぐちゃぐちゃ。一体何があったのか。なんとフロントで抑え込もう抑え込もうと思ってずっと展開だったんですけど入らなかったです。最終コーナーをモンドに打って加速するマシン、この後壁に一直線。では一部始終を車載カメラで見てみよう。動きそうな気配があったのか、ドライバーがエンジンをかけると目の前に炎。これを見て大慌ててマシンを後にした。地元の大将はリタイアしてしまったが、遠征組としてはぜひとも結果が欲しいところ。目標の57秒へ向け全開アタック。がしかし、ドリフト状態になりてんやわんや。走行時間中可能な限りアタックを試みる。度に犬のおしっこ状態になりながら攻め続けたが、惜しくも目標達成とはならなかった。お互いライバル視しながら己との戦いに挑む。もはや趣味の域を超えているジャンキーたちの熱い生き様をこれからも冷やかしながら見守っていこう。